今回は福岡県久留米市にある路地裏シュハリー行ってきました。立ち飲み屋さんなんですけど、日本全国の B 級グルメが食べられる、とても美味しい素敵なお店でした。メニューはこんな感じです。どれもね、本当に美味しいです。この日はノンアルでしたけど、お酒もね、立ち飲みで飲めます。豆さん、まゆこさん、今日はよろしくお願いします。サガントス41番浜山亮之介です。よろしくお願いします。32番横山夢です。お願いします。残り5試合、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。お願いします。お願いします。お願いします。路地裏シュハリー入ってるとか。確かに。ぜひ皆さん使ってください。とりあえずはじめ。はい。じゃあ何かというか。じゃあ今年2人は移籍してきたでしょ。突に。どうですか。今んとこ。サッカーですか。サッカーもいろいろ含めて。まあカモはさ、マリノスでさ、J1 もう経験したかもしれないけど。はい。アイムは今年初 J1。練習中からレベル高いんで。もう本当に思ってる思ってるマジレベル高いです。いただきますレベル高い、レベル高いです。強度が高いです。二人は同い年、21歳、21歳同い年ということで、しかもまあポジションも同じということで、まあなんで今日二人を呼んだかと言いますと、まあ、ちょっと真面目な話になるけど、まあ、残り5試合、まあカバとアイムのさ、プレースタイル的にもさ、やっぱチームにはさ、異色っていうかさ、まあ、自分で剥がしたりとかさ、もう多分トスがこういう風に戦ってくるとか、ここを狙うっていうのは、まあ、対戦相手はもう分かってるんですよ、絶対。その分析絶対されてるじゃん。でもその中でも、まあ、それが分析されたから守れるかって言ったらそんなわけじゃないと思うけど、その中でここから勝負になるのは大事なのは、なんか2人みたいな、1人でなんか剥がせちゃったりとか、なんかその局面打開できちゃう、その理屈じゃないっていうか、相手がこう分かってても止められないっていうのが、まあ、残り5試合、特に21歳で若い選手がさ、こう活躍すればさ、チーム乗るじゃんっていう意味で呼びました。ありがとうございます。サッカー選手っぽかった。はい。ぽいっす。うん。クビーエ。お。前で高校の時は知ってたの？全然知らなかった。代表とかやってないの？アンダーの代表。僕代表一個下の入ってたんで、早生まれで。もう高校の時入ってないです。あ、入ってない。高校は知らんか。選手権は出てんの？選手権は東京都予選1回戦で負けました。本当に？はい。なんででしょう。1回戦で負けました。高校どこだっけ？東海大学附属高輪台高校っていうところです。選手権とか出たことあるの？いや、インターハイは全国あるっすけど、選手権はないです。いぶり学校ですね。ありがとうございます。この、てかこのいぶり学校、これいぶり学校なんだけど、いぶり学校って秋田の名産なのよ。いぶり学校って何すか？きゅうり？違う漬物っすよね、確か。はい、大根。はい、解説、解説読む。じゃあ、で、歩夢の父ちゃん、もっとそのブラブリッツ秋田の、ああ、そうっすね、監督なの。俺はちょうど入れ替わりなの。だからちょっとタイミング合ってれば、確かに一緒にやってた、このさんが。すごっ、それ。その時、歩夢もまだ幼稚園とかだけど、秋田いたんだね。幼稚園で住んでたの。由利本荘市っていう、なんかクソ田舎なんだけど、すげえいいとこだけど。いぶりばっか食ってみよう。マジ、うん、でもさ、東京都の1回戦でさ、負けてんのにさ、山形でしょ。確かに。それはなんで？山海岸になった話。栃木。うん。動くない？練習参加。確かに出す。禁断の遺跡？はい。禁断の遺跡してた、あいつ。確かにいました。そう。せんべいピザ。ね、それマジでもう一回頼んで。めちゃくちゃうまいです。
なんでこんなうまいの。めっちゃ美味しい。びっくり。びっくり。めちゃくちゃ美味しいな。もう一回頼みたいです。モンさんも行きます。大丈夫ですよ。すいません、お願いします。荷物見ですね。来た。うまそう。はい、どうぞ。こちらお好みでお使いください。ちなみに俺いたチームのちょっと名産頼んでるから。豊富でしょ。それあり。豊富鶏もつ煮。なんか実は。電気ブラシってなんすか。え？電気ブラシ。酒で。あで。なんで山が行ったの。そうか。練習参加させてもらって、で結構すぐの段階でもうオファー出し。監督は？監督柴田さん。柴田今は LINE メールです。でもカバーはさ高3でもマリノス練習行ってたのか。いや俺高2のその夏、高2の夏で結構いろんなところ行って、まあ、マリノスがそのアンジェがオファー出してくれて、もうそこで決めてて、まあ、それマリノスから来たらそれ行くよ。ちょうど高3コロナで J リーグも中断した年だった。その時か。で俺が入ってすぐもうなんか人数制限とかあって、だ応援聞いたの2年目の夏過ぎぐらい。そうだよね、初めて。そうだよね。だから声援聞いた。そうちょっと感動したっす。だそれが山形やったんですよ。俺それこそ山形とかちょっとびっくりしたでしょ。山がすごいです。山がすげえんだよ。そうですね。だって J3 でもさ1万人ぐらい入んじゃないの。そんな平均入場が9000とかだったんで。今うちがさホームで1万入んなかったりするの J1 に。山形って なんであんなすごいのお客さん。だけどさ、もう街全体がさ、どこの店行ってもさ、そうですね、街山川サポーターじゃない。どこ行っても山形。まあもうちょっとなんかこの君たちの経歴を聞いててもやっぱ面白くない。俺が普通に聞きたいこととか、俺はさドリブルとかできないじゃん。でもさちょっとタイプ違うじゃん、2人のドリブルの仕方。確かに。アイムは君から見てどうなんですか。俺らアイムはスピードとカットイン、カットインのちょっとマックシュートとで、カバーはもうテクニック、スピードあるけど相手を外すのがなんつうの、普通の選手じゃ思いつかないアイディアっていうかさ、はだから俺は全然違うと思う。ドリブラー、アタッカーだけど俺そのアタッカーの気持ちが全く分かんないんですよ。何考えてる、ドリブルの時は。お前は何考えてる。なんか仕掛ける相手の足結構意識してるようにしてて。本当に見てるの。そんないや、見てるっていうかなんか感覚大体乗りと勢いなんですけど大体が乗りと勢い。結構乗りな感じなんです。ガンバ戦のゴールとかあるじゃないですか。ああいう時とかもなんかその自分の中で乗りに乗っちゃえば、あの時とかもまたが行くのも分かってたし、そういう感じで勝手に乗りと勢いでやっちゃえば勝手にそう自分が思ったようになっちゃうというか。だからノリと勢いでやってる人ってさ、多分人に教えらんないんだよね。あ、そうそう、だから指導者無理っす。昔さ、なんか昔っていうか今名選手、名監督にならずみたいな。あ、確かに。だからその感覚でさ、やってる人って多分教えらんないし、なんでそれができないんだよとかさ、その感覚分かってくんないんだよ、タイプで、二人とも。だって人生のノリと勢いな。人生のノリと勢いでどうにかなるだろう、うん、基本。はい、おしゃれ、はい、おしゃれ。うちのイケメン一押しの。違います。アイムの。じゃあこういう時だけ。いやいやいや、そうコーディネーション行って。はい、コーディネーションですか。うん、まずネックレスはどこのですか。いやもう言わないですよ。どこのですか。ティファニー。違うじゃん。そうなんですよ。はい、でトレーナーは。トレーナーは。エヌハリです。トレーナーエヌハリ。エヌハリ。プレゼント。やめてください。どこのですか。ティファニーです。ティファニー。ネックレスとブレスレットティファニーで、はい、やめてください。デニムは？デニムこれわかんないです。これ全然わかんない。結構前に買ったやつなんで全然わかんないです。顔がイケメンだもん。違うっす。ティファニーを。ティファニー顔やもん。ティファニー顔。ティファニー顔で、靴は鬼につけたい子ね。そう、いただいてます。うちのファッション、なんつうの？おしゃれ番長、カバヤマ。おしゃれ番長。はい、帽子は？帽子どこの？帽子はシュプリームだね。はい、シュプリームです。はい、金本。はい。これ仙台のどっかで買ったっす。あ、山形の時に。そうっす。牛タンね。で、これはリルームって知り合いの人。
ブランドでコンバース。チャックテーラー、チャックテーラー、チャックテーラー。これチャックテーラーじゃない。ノーチャックテーラー。ちょっと恥ずかしい。ノーチャックテーラー。ノーチャックテーラー。え、さっき大分のなんかキャラ通りって大分ごまだしごまだしやっこ大分ね、ごまだしやっこチヂミいただきます。いただきます。グーあもうグーです。クルメならここクルメクルメならここじゃあ嫌だったディフェンス。うわあ、で俺それはあるかも。いたですね。カバだ。俺はもうあのマリノスで一緒にやってるあの小池。リュータ。リュータくん。で、J2 なら俺マジで今代表とかも入り出してるマイクマ選手は。あやっぱやだった。ちょっと長崎の時そのま J2 やったらやっぱ結構通用してて余裕やなと思ってたけど。マイクマが長崎だった。そうそうそう。その時ちょっとあの人はちょっとだけ違うかったですね。スピードもあるし攻撃もすごかったからなんか圧倒された感もあったっすね。あの人には僕の坂井ごとくさん選手、今年今年です。試合して何やだった。なんかいつもだったら自分のリズムでこう仕掛けていけるんですけど、なんか仕掛けさせられてる感があって、どんどん選択肢消されてって、で限定されて限定されて最後食われるみたいな。長友さんもそれで言ったらすごかったです。エラシコしたんですよ、ね、その時してたわ。普通の選手やったら1歩分ぐらい開くんですよ。ああエラシコしたら、ああああクロス上げれるんですよ。 あの人はその1歩分が他の選手やったら1歩分やったのが半歩もなくて、ああこれが世界か。その時こっちがなんていうの仕掛けさせられてる感がある選手はやっぱいい試合者やなと。ここのチームもサッカー上手い人多くないですか。俺はここ来て、まあ、ゴメ君がもともと上手いのは知ってたんですよ。ゴメ君とかユージ君、ユージ君、ケンタロウ君はなんか見ててもあサッカーなんか上手な人やなってめっちゃ思うんですよ。ナオさんとか、とすなんかサッカーこう上手い人が多いイメージがあるっす。マリノスとか結構能力的な凄さがある人多かったけど、ここはどっちかというとなんかサッカー上手い人多いなってキャンプの時にめっちゃ思う。あそう、楽しかったですキャンプの時。サッカーの話してもお前ら面白くないかも。いや面白いですよ、マジで面白いです。いやサッカー以外俺は何もないですけど。えクズっすよ俺ら。ただのクズしてる。クズじゃないです。本当にバカだもん、うん。俺だから衝撃だったのがカバがこう文を読むときにこう行くじゃん、はい、したら次が分かんなくなっちゃう。だから本読めない。本読めない。あこういうのとかも読めないです。こうなんていうの文字書いてるのとかも。えだからこう行ったら指でこう辿って次の行に行かないと。いや大丈夫心配だわ。なんかお前に言われたくない。そういう性格の悪さはあるし、あゆみちょっとなんかスカスとかあるよ。ないっす、ない、え、いや、初めから、違う、初めから、そういうなんかキャラでいればいいのに、そうです、ちょっと最初、カッコつけちゃうんですよ。つけてない、つけてない。俺、初め来た時も、はい、なんかちょっと、あ、じゃあこれ一ついいですか、うん、僕コミュニケーション苦手なんですよ、初対面の人と。嘘つけよ、めちゃくちゃ喋るよ。ほんまやねほんまなんすよ、マジで。本当に、初対面の人と俺喋るのめっちゃ苦手で。じゃあ、これバフンだって。これうまいの？マジで。なんつうんだっけ？ピザせんべい。せんべいピザ。せんべいピザ。どっちある？で来年がオリンピック。そうそう。あそれ聞きたいよ。東京オリンピック聞きたいよ。まあもちろんやっぱ出たいっていうのはあるっす、ね。あります。出たいです。いっぱいいるもんね。そうそう。そうっす。高いっすね。ね。ねまあ、オリンピックもちろん目指したいですけど、なんか、あの岩田智樹君いるじゃないですか、マリノスから、智樹君ね、俺、智樹君もオリンピック外れてるんですよ、あなんか、オリンピック外れてからのあの人の頑張りとか見て、ああやって逆転するんで、オリンピック、J リーグ、
年前はですね、最優秀選手取っちゃうから、うん、なんかそれを一番近くで見てたから、まあでも友樹はそういうのパワーに変えれるよね。だからもちろん、まあ、行きたいし入りたいけど、なんかそこをこう目標にしちゃったら、うん、もし入った時とか、まあ、外れた時のそのなんていうのに影響しそうやから、今結構いいこと言ってるからもうちょっと声入ってもらって意識しすぎちゃったら、うん、その後のダメージが、まあ、自分食らうタイプなんで、まあ、今は俺はとりあえず頑張るしかないですね。聞いてた？聞いてました、まあ、俺はそれぐらいです。たまにはこういうこと言います。まあでも、まあ、海外はやっぱ意識してるわけね。そうですね、まあ、最終的にはやっぱ海外で生活、海外で生活したいですね。海外で生活したい、あ、そうです。海外でプレーしてそのまま海外に居続けたいです。どこ？でもどこでもいいです。なんかもうヨーロッパが好きじゃないですか。ボスニア・ヘルツェゴビナとかなんでもいい。なんつってんの？アマゾン。やっぱ岸和田だから出身が。岸和田違うっすわ。岸和田はやっぱ違うっす。いろんな感覚を取り入れたいです、俺自分自身に。多分俺も多分変わってる方なんで。アフリカとかいいんじゃん。あ、確かに。まあ幸せならなんでもいい。先住民族とか。けど飯食えないんですよね、潔癖症なんで。ダメじゃん。ダメじゃん。日本以外ダメだよ。けどなんかいろんなあれを経験したいんで、いろんな人に出会いたいです。あゆむくんは海外行きたい？海外行きたいっす。いいですどこが好きなの？俺どこだろう。俺なんかヨーロッパがいいっす。なんかなんとなくなんか街中も綺麗だし、うん、なんかご飯も美味しそうだし、うん、なんかヨーロッパがいいっす。なんかヨーロッパの方がなんか日本人とかもいっぱいそうだし、なんか、ね、バカだねお前。女の人綺麗そうやし。あ、俺はまあ相馬は独身だもん。そうなんです。あ、そうだ、結婚独身なんで。そう言わない方がいい？中学時代。大丈夫。中学時代からの、いや小1、小1か、えぐいでしょ。小1からの同級生とほぼ映画結婚して。奥さんのいいところは、じゃあこんな自由人をこうちゃんとなんていうの、支えてくれてるのはマジでありがたいです。愛してる。愛します。いやでもなんか俺をなんか見てて結構2人が対照的だから。対照的ですか？だって家族あって、はい、でアイムは結構さ J リーガーやってるじゃん。 J リーガーやってるって超 J リーガーなの。 J リーガーやってるってなんで？だってそのネックレスは、ちょっとそのネックレスはちょっと J リーガーやもんなお前。違うっす拾ったっす。キラリそのブレスレットは、あーやりー。いや最悪。俺カバは意外にその守備のポジショニングとかが考えてないんだろうけど、前向いてん。守備のポジションが、俺はカバはあのちゃんと言われた通りのところを通るなって思う。だから攻撃のところだけじゃなくて。でもアイムはそこが本当にバカだった。そのセカンドボールの予測とか。ヘディング？ヘディングが得意です。ヘディングは、お前カメなのよ。ヘディングは本当にひどい。ひどい。いやもうなんか分かるよ、そのサッカー普通にやってる人だったらもうアイムがあもうザ完全セレキないけど、あこれちゃんと競らないと絶対先輩たちに怒られる、スタッフに怒られる、だから一応競るんだけど落下地点読めてないからもう相手にぶつかってあれバッでセッターブルってるのはもう正解でしょこれ。大正解です。大正解です。やばい、うん、まあでもそれも伸びしろだから、はい、言ったらこれは俺らって 薄くないですか？大丈夫ですか？浅い。あ、そうです。あ、フーチ君のもう空気感とか見ててなんかめちゃめちゃ濃かったよ。あ、なんかまあ浅い。でも、もうこれはもうそういう回でいいと思う。あ、逆にカバと歩夢だし2人は。なんか俺ら何なんか大丈夫？深くなる。深くならない。深くなんねえな。無理。どう考えても無理。え？でもだからそのバカさをどんどん売りに出して前にもう。バカです、バカですで生きてった方がいいと思う。逆にですか？え、俺見た目バカっすか？見た目どうすか？見た目バカだよ。いや、バカなんだろうなって思ってた俺。会った時エイヒレ。エイヒレって何すか？もうエイのヒレっすか？せーの、あいつ今不機嫌。エイ、エイ絶対合わせないお前さっきさっき言ったばっかり。久留米にある周波です。マジぜひ皆さん使ってください。ご夫婦って言っちゃっていいんですか？はい、ご夫婦一応で、はい、一応ご夫婦です。はい、ぜひぜひよろしく。久留米から。久
来るめ、来る。来るなら、え、何ど、シュハリー、どうぞ。どうぞ。どうぞ。そしよ、B で、おお。お前、疲れるんすか。ちょっと、じゃあ、これからの、はい。じゃあ残り5試合、はい、ちょっと抱負あの結果を出してね。いやあのワンゴールでもワンアシストでも何でもいいから数字を出したいですね。でそれでまあそれがチームのためになるように頑張ります。以上です。残り5試合マジあの全部勝ちたいですね。アシストも取りも、まあ、数字残すのもそうですけど、まあ、絶対あのここしたいですけど、まあ、勝ちたいです。あっそう、マジ本当勝ちたいですね。5勝ちましょうの。どうしても勝ちたい。もうどうしても勝ちたい。あ、そうですね。明日も勝ち点15取りたいです。はい。まあ初めにも言ったけど、多分2人の存在は間違いなく必要だから。はい。本当ですか。残りの試合。なんかさ、もうさ、なんかチーム勝ってくれたら本当嬉しいんだよ。結構さ、サッカー選手ってさ、自分出てない時さ、負けてくれとかさ、思ってる人やっぱ多いじゃん。負けたら自分にチャンスが回ってくるとかさ、マジで勝ってほしいの。自分が出てなくてそのメンバーがいてもってなった時に、トスが勝つってなったら間違いなく2人の俗に言う子の能力ってやつは間違いなく大事になってくると思うんで、まあまあ先発になるかサブ、まあ、途中からになるか、まあでも相手にとってはね脅威だと思います。ので2人の存在っていうのは、でしかもまあ21歳で若い選手が活躍するのはチームにとって間違いなくいいことなので、まず今年じゃなくて来年とかにさ繋がるし、頑張っていきましょう。ありがとうございます。いいでしょう。最後ちょっと決め顔で5000勝。